ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？ふなっぴーも元気ですよ言った感じでやっていきますわね。はい、今日もふなっぴー島パトに行ってまいりました。はい、心弾むお出かけ気分の春色のアイテムをお得にゲットしちゃいました。それがこちらでございますわね。盛り場脇ボタンプルオーバーでございます。商品情報はこちらでね。サイズは L でございます。お色は濃い薄だいだい、キャメルでございますわね。そして気になるお値下げされた金額はっていうと、税込み1419円のところ770円にお値下げされておりました。本体はポリエステル 98%、 ポリウレタン 2% で、程よい厚みに表と裏が表情の違う盛り場生地となっております。一杯引っ掛けるために着る洋服じゃございませんわよ、盛り場なんちゃってネックラインは前身頃は内側の共布の広めの見返しで処理されていて、後ろ身頃は共布のバイアスで処理されているきれいめに見えるクルーネックでございます。肩の下がったドロップショルダーに、長袖の袖口は折り返しダブルステッチされております。両サイドには内側に入って切り替えされていて、3つのゴールドのボタンがいいアクセントとなっております。そしてレイヤードしているかのようにドッキングしたポリエステル 100% のシフォン生地がついております。だから1枚でレイヤードスタイルがかなっちゃうわけでございますわね。そしてふなぴーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちら盛り場脇ボタンプルオーバーでコーディネートしてみたいと思います。ボトムスは GU のフロントスリットパンツにスニーカーと、持ってるバッグはリアフルプチェアさんのクロコ柄バッグでコーデしてみました。引き締めブラックのフロントスリットパンツと合わせればシンプルながらすっきり見えるコーデに仕上がります。はい、そして今回購入した晴れ色の盛り場脇ボタンプルオーバーでございますわね。164センチのフナピーで L サイズを着用しております。生地が盛り場生地なので張り感があるので肉感が拾いづらく着用できます。肌に当たるとちょっとザラッとした感じがいたしました。ストレッチ性はありませんが、ぽっこりお腹やヒップが隠れるだけで丈感は絶妙でございます。フナピーのね、この気になる Y 字ラインもしっかりカバーしてくれます。またレイヤードしてるかのように見える裾で、生地がブラウスのような生地なのでシワになりにくいのも嬉しいございますわね。くしゃくしゃじゃ嫌ですわね。そしてお袖はリブではないのでロールアップして、はい、こんな感じでね、裏地の光沢を見せるのもいいんじゃないでしょうか。手首を見せればこなれ感も演出できます。ただ残念な点が一つございました。ストレッチ性がなく、裾の切り替えがあり、
脱ぎ着が若干しにくうございましたわ。もうちょっと大きいサイズが良かったのかしら。はい、次行ってみましょう。胸元には大きめな雫型ネックレスをつけて、ボトムスはルティークのレース柄パンツに黒のパンプスと、持ってるバッグはセラさんのバケツ型バッグでコーデしてみました。ストライプ柄のレースで涼やかな季節感のあるコーデにしてみました。バッグはオフホワイトで明るさもプラスできます。では次行ってみましょう。フラップショルダーバッグを斜め掛けし、ボトムスはフラッシュブルーのプリーツナロースカートにベージュのパンプスでコーデしてみました。腰広のフラピーなので、スカート合わせは A ラインの広がりのあるスカートだと余計ヒップ周りが大きく見えてしまうんですね。なるべく腰周りが目立たないよう、スカートはナロースカートにしてみました。今回は晴れ色盛り場脇ボタンプローバーでコーデいたしました。シンプルだけど引き締めブラックですっきり見え、レースのストライプで季節感あるコーデ、レイヤード風のトップスはナロースカートと相性抜群。さて、フナピーのお気に入りのコーデは、はい、こちらです。これでフナピーのシマパト&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。行くわよ、じゃんけんよ。はい、じゃんけんぽい。フナピーはパーを出しました。引き締めブラックのフルン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 じゃないのよね、フロントなのよね。なるべる、なるべる。